元横綱春馬富士関が書類送検され、焦点は起訴などの刑事処分を検討する鳥取地検の判断に移る。地検は詰めの捜査を進め、年内にも正式な裁判を求める起訴ではなく、略式。起訴する方向で検討に入ったが、そもそも判断のポイントは何なのか。元横綱は鳥取県警の聴取に対し、暴行の事実を認めている。放送関係者によると、検察は、1、被害感情、処罰感情の強さ、2、実際の負傷程度、3、示談の有無、4、加害者側が真摯に反省しているか、5、加害者側に社会的制裁が加えられたとどこまで認められるかなどを考慮し、総合的に判断するという。警察が書類送検時につける処分意見は、起訴を求める、厳重処分、検察に判断を言ってる、相当処分、刑事処分を求めない、寛大処分、しかるべき処分、の4段階。県警は、このうち最も重い厳重処分の意見をつけたとみられる。ただ、検察幹部の一人は、警察の処分意見に縛られることは全くない。警察が調べた当時と状況が変わり、不起訴処分になることも多い、と指摘する。元横綱がすでに引退し、社会的制裁を受けている点が考慮されるという。続きを読む。